徹底的にやらなきゃ何も面白くもなくなる。俺面白くもなとねえだろ。バカ、人の服はお前喜ばないから。そうだよ。なんでそこ取っとかなくちゃ。そりゃそうだよね。いつも元気なくねえな。なあ、今言ったこともあると思うんだけど、5人もぐちゃぐちゃ言って。一言。一言はね、すごいな。マルチョさんち入っちゃった。呼んだってこないね。誰でもこっち向けになるけど、こっち向けする。何が落ちるんですか。違うよ。そう。それで俺がね。なんで今日。住所が元気がいいんですか。おい、これだけほら飲むから。なんだこれ。まだある。まだ余分だった。あ、ほら。住所これ飲んだらいいんですか。住所。これエチケットでもなるから。口の匂い。がんの予防。住職これが健康のあの。じゃないですか。後で返すから。最後ない。サザエ出してやる。脂肪は取れるの。そう。あんなこと言ってんだよ。なんか飲むと気持ちよくなっちゃう。じゃあ飲まないよ。さっぱりしてる。俺さっき飲む。80.9キロ。大鳥もいい加減だからね、あいつら。ろくなことしてないんだよ。これ、今日はまあ、とりあえず、食事のところこれから行きますし。はい、どうぞ。はいはい、まず、両図ってのもこれ。地酒でうまいやつは、どれが一番だと思います。え、お酒でうまいやつ。銘柄。佐渡でですか。佐渡で。はい。運転手さん、止まっちゃったね。運転手さん、やっぱりねえだ。飲ましてからやるから。運転手さん、いいか止めてくれる。はい、まずいいか止めてくれる。もう、熱くしょうがない。はい、こすいません、ちょっと釣りが飲みすぎなもんですから。何言ったら自分だって飲みてるじゃない。運転手さん、食事のものとこ行きます。はい、はい、飲めるところがいいですね。あのビールも、いや日本酒でしょ。佐渡来てビールだから誰が頼みますか。もっとでかく使えよ。ミニシャ何やってんだよ。ん、いや佐渡を取って早死にするな。お姉さんこれは上が一番ガイマスって、ブレンドはサブでもそんな、そうなのサブ、でほらサブのやつはここに、うん、縛りがねえからって、お世話のは最後に見たよくな。今おるのは、女は若きゃいいだよな。そうだね。うん、男の精子がね、元気がなくたってね、数打てやね、食べときはできるんだけれども、タバコの元気のやつは若くなきゃなるんだな。だから
このグループの縮図じゃねえな。逆のタイプだから。あ、ほら。どっち目上がって。住職何を考えてるの。これは入ったのじゃねえんだよ。これは。見えた。おい、おい、トキ資料館だぞ。ここはトキ資料館。ここのやつは何なんだ。これは頭が黒いってことで、これもそうなんだ。種類があるわけ。あ、一番左だと熊谷や。これ金戻しって言うんだろ。一番奥にしようから。やばい、潮価値が。潮価値が。これあれが。一杯飲んだらやばい。結構いろんな道具も来てたんだ。こういう状態でこう撮るね。おめえこれ夜中におめえ車のぞくやつじゃねえか。よく見える。よく見えるよ。本当に嘘だよ。いやよく見えんなおい。すげえ望遠だから。ちょっと待って、望遠で撮っとけな。ちょっとズームだから。あ、ズームか。ちょうどファンのとこと一緒じゃん。どれ。見えるなって見えるかもしれないね。何、あの一番奥のちっちゃいやつがそうなの。白いやつ。一匹。確かにエルケンド。これがトキ。あと、これが前のニヤトリ。これがトキです。これがトキです。はい。その手前。これが本物のトキです。ダメこれ。いや見たって受けるよ。ニヤトリか俺。こっち。早からいいじゃん。いや早けりゃいいってことだよ。なあ、酒井さんあやってるからいいんだよ。いや、バカだ。ね、だけど言ったって聞かないのは人間ですからね。余分な高まるのは集まるから、お寺で集まるのが一番いいんですよ。余分はねえよな。よし、じゃあスタートします。ただそればっかり遅いとね、人間社会でさ、そればっかり遅いとね、陰気になってね、お疲れまんじゅうになってしまうのは確かに。だから取り裂けばいいんだけど、数えてやってるな。趣味として、それじゃあ、いいとでもね、数えてやってるか構わないけど、お父さんお父さんお前の趣味やっていい。釣りがやってもいい。これは、これだよ。何飲む？これ全然、これ全然しても、もう7000円。新佐渡トキ保護センター。正解だな。そういうボールを入ってこっちゃんのせいにこんまんなっちゃったよ。はい、スタートしますよ。はい、スタート。俺を取れよ。スタート。もう一回目標お願いします。はい、スタート。
なんとなく、かなり広いんだね。うん、宮田、アルコール抜けたか？ダウン。一言。宮田、ちょっと写真撮って、証拠写真を撮ってたわけじゃないの。来いよ。ちゃんと撮ったよ。俺の撮れてもないなんて。こっちで撮れなんて。本で？加藤、俺も一緒。誰が信用しろ、そんなこと。僕はどうなんだって言ったら、カウンターから進むんだ。今のは時の声じゃありません、カラスの声ですね。間違いないよ。僕のカラスもね、ちょっと怖いよね。そうだよね、気味が悪い。結構どもるぞ。バッテンだから。場所？荒波屋。アップロードね、アップロードそばを
阿武坪のお孫さんですか。怖いね。孫の孫だ。そしてこの地に帰ってきた。はい、加藤君喋ってください。ここまで。ここまでですね。日郎が写メ状を持ってたらもういいよと。帰ってこいと。日蓮さんの弟子の日郎が、鎌倉から写メ状を日蓮さんに届けたお寺がここです。何？ちゃんと撮ってるの、ちゃんと撮ってるの今こうやって、うん、メーターこうやってこうでも撮れるからこうやってちょっと早い。文政年間に感染されたということでございます。日光東照宮の五重塔もしたものと言われておりまして、高さは約24メートルございます。この塔を作りましたのは、当時優れた宮大工の家、愛川町の五代の一家だったと伝えられています。いいの、おじさんだ。人さらいだよ。わかりにくいんですけれども、屋根の優れた両方の角をご覧になってください。それぞれ両方の塔で、彫刻はしてありますけれども、下の20と上の30が違ってます。下の20は牛の柱になってます。それは偉い。上の三次は雲ということでございます。このようにしまして彫刻で台の変わっているところを証明しております。また下の四十と上の一十、たぬきのところをご覧になってください。こちらの方も作りが違うんですね。下の四十、たぬきがまっすぐになっておりまして、これが日本式なんですね。和式作りということでございます。上の一十だけが実家に入っておりまして、中国式で扇作りという。にされております。これが新潟県で一つしかない五重塔です。塔があったんですけれども、昭和25年の自衛台風で倒れてしまったということで、その当時のものを復元されたものなんですね。これだけで1億円かかってます。これ昭和57年に完成いたしまして、57年当時1億円と言いますと、今でしたら約3億円かかってますね。大半なんだ、すごいですね。今作ろうとすれば3億円はかかってしまうということでございます。はい、じゃあちょうど正面の方でご覧になってますので、こちらから示しますけれども、正面が妙天寺本堂でございます。創建以来再三火災に遭いまして、この現在の建物は今から約140年くらい前に再建されたものでございます。阿武坪と千日記念夫妻が塚原の三杯堂で船を受け取られた日蓮商人に深夜初夏に食べ物を運んだ話は有名で、商人のご一文に千日記念のことをただ地獄の外の海に生まれ変わりないというところでございます。いや今ガイドさんが言ったと。ガイドさんの話を録音してるの。かなりこの船の間阿武坪に等しい人たちが日蓮商人の木像が安置されております。そして一番左端が宝物殿になっております。まず本堂から右手を見ますと、立派な茅葺きの建物がございますね。栗でございます。中に入りますと、外で一番大きな柱がございます。赤松でできておりまして立派なものでございますので、お帰りの際にご覧になってきてください。お帰りの道が栗のところ、前のところね、ずっと右手の方に下がりますと駐車場になっております。はい、お疲れ様でした。どうもありがとうございました。私、先生タイプ嫌いなんて言います。
お父さんとは性格が違うからだろう。私はお医者さんよりもあの人の方がいいだろ。何言ってんだ、褒めや。バカか。ゴルフしなきゃいけねえんだよ。俺らが、おい。さっき待ってあれは。それと今せっかく若い人がバタバタ開けて見回ってるから一応見てやりましょう。そうですね。あ、こっちの本堂に行きましょうか。寝る。もうかんないです。さあ、新座運行をやってみましょう。また運行んじゃったよ。悪いけど、押し切りますね。すいません。お、2日目。目覚め、爽快。少し胃にアルコール残る。何にもないところです。お姉さん、あのお名前は何て言うんですか。え、うん、うがいさん。うがい、うがいってどっか聞いた名前だな。名古屋の方にあったな。うのうだ。うがい一度だ。お姉さん、写真写りがいいから。いやいや、そういうことじゃない。あ、いいですか。はい。一個商人のね。うん、はい、今こっちから撮ってるからね。これを真ん中に、はい、レポーター、レポーター、はい、レポーター、はい、非常にレポーター、もうこれだけでもうレポートになるからね。これもね、うん
すみません。はいよ。雪がバカついてるだろ。そうですよ、本当に。日光市に6人の皇帝がいる、その一人ですけども、お蕎麦にあがり、お付きになってご給仕をしてお世話をしていたと思われるんですね。でその人が非常に帰依しましてね、その人に北山の本願寺というところで二度と足を伸ばしてこのお曼荼羅をいただいた。こちらは大号というのはないですか？そういう大号はないですね。大号と言いますか、お曼荼羅の大号は本願のお曼荼羅は大号はそこに書いてあります。いや、すげえ真っ下の俺。いや、寒いね。本当に寒いよ。何やってんだ本当に。船は結構するんだよ。雪はこねやし、あいつにこの寒さを味わしてやりたいな。だ、雪男に、うん、ここは細川隆さんがインタビューを歌ったところ、うん、歌ったところです。北国の春か、建築用なんだから何を歌ったんだろうかな。佐田オーケストラ。佐田オーケストラ歌ったんだ。あの見てたら佐藤さん歌ってくんねえかな。佐藤の声言うんだろ。あ、そう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 。ウケさんで一緒。笑っちゃう、笑ってこい、ちょっと。待って、今かけてるんだ。これは食べたり食べたりは準備。今、やっちゃんがやってくれてます。知らないでしょ、だそれ。おいおい、このおこぜのうまさ。いや、これ、ほんと、レポートを出さなきゃならないから。これは、アムツよ、これ。アムツ、これもらえる。今日は宮田はちょっと具合が悪いです、飲みすぎて。昨日の朝からね。そう、ちょっとね。おお、ちゃちゃちゃ。なんだこれ、あれもねえな。おしぼり、おしぼりだよ。おお、姉さん、おしぼり。出ちゃった。あ、持ってきたよ。ありがとう。分けなくてよかった。お姉さま。これは本物だよ、うまいよ。あとおしぼりみたいなのある？おしぼり。え、お姉さますいません、おしぼりを。何言ってんの？俺ら鉄火だもん。鉄火が2つね。あ、でっかいおつまみもらってみた。あ、それもいいな。それでもなんでもいいな。なんでもじゃねえか、お前。それでもだってそば、そばやるからよ。でっかい4つに、ザル1つに、ペーズが4つね。釣りですか。だから、ヒレガーの2つ。楽しかった。何を、これ。あ、いいよ。食べて。あ、食べて。いや、食べて。あ、食べて。あ、なんじゃ。いや、おかずそれが来ちゃって、パパパって。あ、次は、僕らでも一つ、三つ、はいはいはい、やるよ。いや、僕もいいです。もうある。歌うの？いや、歌うの。超来るんだ。これ、ししとうじゃなくて、ししとう。全部食わなきゃダメだじゃん。まだ食べたでしょ？食べた。これ、バリバリ食わなきゃ。バリバリ食わなきゃ。骨も。骨食っちまう。みんな噛む。自分食ってもしねえ。食ったよ、俺。何でもしろ、じゃん。全部出る。最初の1回からな、やってやったらいいんだよ。食べといて、ただ冷まして、確実に冷まさなきゃダメ。それからもう1回からやっていいやったらね。あとこれ何だろうな、身が高いんだよ。こういう時よ。そんなことなかったじゃん。高いじゃねえの。そんなもん2回なのに、ほんと。手間かかるわけ。そう。1回冷まさなきゃダメだもんな。中まで冷まさないと。これはもうここでいなくなって。自分のほんとだよ。
にもなんねえじゃねえかよ。上から上から撮ったビデオとしたら上か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 ら撮ったらダメ。上から見れるわけじゃねえんだから。そう、確かに3日間も行って1巻だよ。テープ書いてねえもん。さっきもいっぱい出てきたから。いや、なんだかねえことしてんの、おい。やっちゃん酒飲ませろ、これ。今、マジでやるから。大丈夫、今、裏と表を取って。何が裏と表だ、お前。浴槽公開中は、海上漂流等により、やむを得ず駐停し、駐船会を行う場合もございますので、安全のため、座席のベルトはお締めくださいますようお願いいたします。浴槽公開中、客室より外へ出ますと非常に危険です。客室より外へはお出になりませんよ。だってこれ臨時便だもんね。もともと存在しなかったなんて言われてね。いなければいない方がいいなんて言われて事故ごとになかったりして。ロープで腕縛り付けて後ろに俺だけ。